あなたの心の撃墜を、須山卓司です。アニメをより楽しむための動画をお送りしておりますということでね、今回は言っちゃ売れてるアニメ出てこいや、アニメ売り上げランキングロボットアニメ編、スパロボファン必見ということでございましてですね、ジャンル別で行う円盤売上ランキングですね、今回は全くリクエストがなかったでございますけどもね、ロボット好きの私としましてはね、我慢できずにやっちゃったよというねランキングとなっております。巨大ロボットが活躍する作品を中心にですね、厳密にはそれロボットじゃねえんじゃねえっていう作品もまあちょっとややこしいんでございますね。スーパーロボット大戦スパロボに参戦している作品はですね、こちらにね、加えております。またですね、ブログ版の方では私のは個人的な好みの、ね、ロボットアニメをまとめておりますんでね、よければそちらの方もチェックしてみてください。概要欄またはですねコメント欄の方にリンクを貼っておきます。はい、ということでね、早速ランキングに行きたいと思います。ちなみに円盤売上の数字はですね、テレビ版か OVA 版のですね、1バルタカーの、ね、数字となっております。どちらもない場合もね、劇場版を入れる場合がございますけどもね、ちょっと劇場版だけドンと売れやすいんでね、劇場版がない作品もあるためですね、より公平にするためテレビ版か OVA 版をですね優先しております。そしてですね、シリーズものはですね一つの作品として発表しておりますということでね、早速行きましょう。まずは第30位です。6270枚でですね、機動警察パトレーバーがまずは入ってまいりました。こちらはですね、放送された1988年からですね、10年後のね、近未来をね、予想して描いたね、話題作となっておりまして、ロボットが普及なした世界でですね、それを取り締まるですね、警察のね、活躍を描く物語となっておりまして、SF ものとしてもね、秀逸なものとなっております。ちなみにですね、今でも最高傑作と推す人も多い劇場版の方はですね、約2万枚の円盤が売れております。そしてですね、第29位です。6801枚でですね、ダーリン・イン・ザ・フランキスでございますね。ここ最近で一番話題となったロボットアニメといえばこのダリフラでございましょう。考察のはかどる世界観とですね、攻めた男女関係、そしてそのキャラクターたちに魅力を持った人も多い。そしてトリがお得意のですね、怒涛のアクションでグワーッとですね、盛り上げてくれました。このロボットの見た目はですね、操縦方法のね、なかなか合体するみたいな感じでね、大きな話題ともなった作品ではございます。そしてですね、第28位です。7031枚ですね、フルメタルパニックでございますね。こちらロボットものでは珍しいラノベ原作の作品となっておりましてですね、ミリタリー要素が非常に強くですね、特に中盤までですね、作戦や連携、あと姿をね隠すでシステムなんかもございましてですね、それで勝利を重ねていくのが大きな特徴となっております。なんか主人公が無双するとかですね、特別なね力があるというのは中盤まではないという形となっております。ちなみにですね、京都アニメーションが制作いたしました完全学園コメディのですね、フルメタルパニック不毛服という作品もあるんでございますけれども、そしてこちらの方が売れてるんではございますけれどもね、ロボットが出ていないので、ね、そちらは対象外としております。そしてですね、第27位です。7685枚ですね、トータルイクリプスでございますね。こちら PC ゲームを原作とするですね、人類とね、ベータと呼ばれるなんか黒くてでっかいで怪物みたいなね、やつのこの宇宙生物の戦いを描いた物語となっておりまして、後半はね、恋愛なんかも絡んできてね、落ち着いてくる作品ではございますけどもね、前半はですね、このベータがですね、人形を引きちぎって食べたりとかするというね、なかなかの残虐ファイターということでございまして、鬱が苦手な人はね、回避推奨となっております。そしてですね、第26位です。8063枚ですね、ブレイクブレイドでございます。こちらですね、ファンタジーな世界観を舞台でですね、近接でメインのね、ロボットアニメとなっておりましてですね、ロボットアニメの中では珍しくね、ビーム兵器とかですね、空を飛んだりすることができないというのがね、大きな特徴となっております。だからこそのですね、他とは違う波形線が見れる作品ともなっております。さあ、どんどん行きましょう。第25位です。8295枚ですね、革命機バルブレイブでございますね。こちら革命機というですね、タイトル通りですね、学天殺に乗るとですね、特別な力が手に入るけど化け物になってしまうバルブレイブに乗ってですね、世界を暴く革命ロボットアニメとなっておりましてですね、学園ものとか好きな人も結構ハマるかもしれませんね。こう機体にね、カラーや特徴が違うですね、バルブレイブがいっぱい揃っているということで、ちょっとヒーロー的な要素もあるような作品ともなっております。そしてですね、第24位です。8533枚ですね、クロスアンジュでございますね。こちら女の子たちがロボットでドラゴンと戦うというね、ロボットアニメものとなっておりまして、そしてこの世界の裏側にもいろいろと訳ありでございますということでね、主人公がですね、王子様からね、転落してですね、お尻にバチコーンとね、突っ込まれとかですね、マスコット的な女の子たちがバチコーンとね、竜に食われたりするということで、序盤は鬱展開になるので要注意でございます。そしてですね、第23位です。9307枚ですね、水星のガルガンティアでございますね。こちら遠い宇宙で戦っていた戦士がですね、遠い文明が遅れた星に飛ばされるというね、始まりとなっておりましてですね、よくある SF 冒険ものにですね、ロボットを加えているのがね、大
きな特徴となっております。主人公の、ね、最新鋭のロボットがですね、地元の、ね、オンボロロボットに無双するというのがね、なかなか、ね、爽快な姿もともなっております。そしてですね、第22位です。9638枚のですね、アクエリオンエボルでございますね。気持ちいいというね、掛け声とともに、ね、この合体するですね、学園ロボットアニメでございますけどね、一体何が合体しているのやらとね、変態紳士だったらいろいろと妄想してしまうようなね、感じでございますけど、そんなアクエリオンシリーズで一番売れているのはこのエボロでございますね。この学園ところ、学園的なところに通っているこうキャラクターたちがですね、防衛するというシステムとなっておりますんで、まあ、いろんなね、生徒たちのね、気持ちいいがね、見れるね、作品となっております。そしてですね、第21位でございますね。9698枚ですね、装甲騎兵ボトムズでございますね。こちら見るともう寡黙なソルジャーの気持ちになる。先ほどとは正反対という、ね、もうこうね、眉間にシワを寄せないといけないわけにはいかないというようなね、感じでございまして、そして的にね、最終的にはこのレッドショルダーというですね、エリートでソルジャーになりたくなるようなね、アニメでございましてですね、iPhone11 のこのカメラの部分とね、激似と言われるあの見た目とですね、チュイーンというですね、心地よいね、音色とともにですね、滑走するですね、このローラーダッシュというのが、ね、心に響くね、ロボットアニメとなっております。はい。ということで、ね、まずは21位から30位まででございました。ここまでは結構新しめの作品中心となっておりましたけど、ここからはどうなるんでございましょうか。続きましては第20位です。9845枚でですね、シドニアの騎士でございますね。こちら宇宙を旅する人類とですね、それを狙うね、謎の生命体ガウナとの戦いを描いた SF ものとなっておりましてですね、このガウナと呼ばれるのは非常にでかくて、ね、まあ、星ぐらいでかいやつとかもいるんでございますけどもね、それをですね、主人公も含めたですね、多くのロボット、まあ、10体とか20体じゃない、100体ぐらいいるんでございましょうからね、その団体戦でね、戦う団体戦というか、まあ、ガウナ1匹に対して、ね、団体戦で戦うというのがね、大きな違いとなっておりましてですね、まあ、ラブコメ要素もあるんでございますけどもね、ロボットが非常に多いんでね、戦死率も非常に高くなっております。そしてですね、第ね、19位でございます。ここから1万枚超えてみますね。1万29枚でですね、アルドノアゼロでございますね。こちらマジンガー Z 的なスーパーロボット対ですね、ガンダム的なこのリアルロボットのこの戦いが見れるという夢の対決みたいなね、スーパーロボット対戦だぜみたいな感じでございますけどもね、スーパーロボットで無双する敵をですね、主人公はですね、量産機どころからなんと練習機で撃破しまくるというですね、とんでもないことをね、指令化してくれる作品でもございます。そしてですね、第18位です。14,477枚でですね、早急のファフナーでございますね。あなたはそこにいますかっていうね、このね、独特のですね、フレーズが有名でございますけども、そう問いかけるですね、未知の生命体とですね、こちら人類の戦いを描くものとなっておりますけどもね、グロはそんなにはないんでございますけども、基本的にはね、ほんと救われない展開が続くということでございましてですね、うつ展開が続くね、アニメとなっております。またですね、シリーズが進むごとにですね、時間も結構経過していくんでね、世代交代なんかも見られる作品ともなっております。そしてですね、第17位でございますね。18,55枚ですね、天空のエスカフローネでございますね。こちら少女漫画的なこの絵柄とですね、そして恋愛をテーマといたしまして、そこに気合の入ったですね、オーケストラも加えてですね、音でも聞かせるということでね、90年代でこの夕方を沸かせた作品でもなっております。主人公機はですね、特別な見た目でね、ただガンが戦う、ね、存在でもございますけども、ね、そんなにね、主人公機が強くないというね、なかなかね、不思議な存在でもございましたね。そしてですね、第16位でございますね。11,124枚ですね、ラーゼフォンでございます。こちら美と神秘に彩られた究極の SF ロボットラブストーリーとなって、何のこっちゃというような感じでございますけどね、音楽を意識した、ね、作りも印象的でございますけどね、この主人公とヒロインの、ね、関係性がね、なかなかに珍しい、ね、作品ともなっております。さあ、ここから折り返しの第15位です。11,571枚でですね、公共紙幣エウレカ7でございますね。こちら2000年代を沸かせた名作といたしましてですね、この豪華スタッフがですね、今はリスナーズなんかにも絡んでおりますね。洋楽を絡めたストーリーも話題とはなりましたけどもね、なんといってもこの作品はですね、空を飛ぶシーンがかっこいいところでございますよね。空をですね、スノーボードとか使うようなボードを使ってですね、滑るね、こういう風に飛ぶというのがですね、これがね、ものすごくかっこいいということでございまして、私、たくさんのロボットアニメを見ましたけどね、空を飛ぶシーンはこちらが一番でございます。そしてですね、第14位です。13,418枚でですね、聖戦士ダンバインでございますね。アニメのですね、異世界召喚ファンタジーはこのダンバインから始まったということでね、ナロー系の元祖と言ってもいいんじゃないかなと思います。まあ、チートとかないでございますけどね、まあ、昆虫をモチーフにしたですね、ロボットデザインはですね、唯一無二の存在感を放っております。そしてですね、第13位です。
です。14,729 までですね、無限のリバイアスでございますね。こちらロボットアニメというよりもですね、まあ、戦艦と子供たちの心理描写がですね、メインのね、SF サバイバル群像劇という感じでございますけども、まあ、スパロボに参戦しておりましたので、このランキングに入れました、ロボットアニメでありながらですね、主人公がこう雑用ですね、通信オペレーターというのがね、異色となっておりまして、主人公としかもね、とにかくに殴られるということでございます。100回は殴られてるんじゃないかなというようなね、主人公となっております。まあ、ストーリーの方もですね、なかなかですね、極限状態のですね、子供たちの内紛や、ね、差別にですね、鬱展開ということで、ね、心に残るようなね、ストーリーとなっております。そしてですね、第ね、12位です。15,713枚ですね、スタードライバー輝きのタクトでございますね。まあ、こちらはリバイアスとはもう1点というようなね、作品となっておりましてですね、かなり明るい感じとなっておりましてですね、主人公ですね、銀河美少年とね、自ら名乗ったりとかですね、敵はこう、キラマシーとかで、ね、言ったりですね、独特の掛け声やね、ポーズがあるなどですね、女心もくすぐるですね、学園ロボットものとなっておりますね。そしてですね、第11位です。16,588 枚ですね。トップを狙いでございますね。こちらはですね、必殺を叫びまくったりですね、稲妻キックとかですね、すごく叫ったりですね、ロボットにこう腕組みをね、させたりとかですね、そしてトレーニングというか、ロボットに乗って走ったりとかですね、腕立てをするということで、これ何の意味があるんだというようなね、感じでございますけども、このスポコン熱血スーパーロボットアニメはね、ここから始まったというようなね、感じでございますけどね、理屈はいらない。とにかく熱くなりたいんだったら見るべし。はい。ということでございましてですね、以上11位から20位まででございました。ここから結構古い作品も入ってまいりましたけどね、ベスト10はどうなってくるんでございましょうか。第10位でございますね、17,876枚でですね、マジンカイザーでございますね。永井豪先生が生み出した、まあ、元祖スーパーロボットマジンガー Z でございますけどもね、そのシリーズの中で一番売れたのはね、このマジンカイザーでございますね。そしてですね、第9位でございますね、19,805枚ですね、スーパーロボット大戦 OG でございますね。なんとスパロボオリジナルアニメもこんなに売れていたわけでございますけどもね、まあただね、理想を言うんだったらオリジナルだけじゃないですね、ガンダムとかこうマジンガーなどのね、まあゲームに参戦してるね、作品も含めたですね、そんなアニメもね、一度見てみたいなとね、ずっと思っております。続きまして第8位です、22,215枚ですね、天元突破グレンラガンでございますね。こちらは漢字の漢と書いて男と読むというようなですね、そんな熱い男たちの生き様と天を貫くドリルが見れるアニメでございましてですね、先ほど出てきましたトップを狙いと同じですね、波動を感じる、そんなですね、熱血スーパーロボットアニメ、それが天元突破グレンラガンでございますね。このグレンラガンのね、中心スタッフがですね、先ほど出てきました、ね、ダリフラとか、あとね、まあロボットアニメではないですけども、キルラキルなどをね、手掛けるアニメ制作会社トリラーを作ったわけでございまして、怒涛のアクションだったら任せろというようなね、作品でございます。そしてね、ラッキーセブンの第7位です、26,005枚でですね、勇者王ガオガイガーでございます。こちらの方も熱いわけでございますけども、ね、勇者シリーズで最も売れてたのがこのガオガイガーでございます。スパロボファンにはおなじみのエースロボットとなっておりまして、こいつは強いぜ強いぜ強すぎるぜというような感じでございますけどね、熱い作品とですね、スケールがでかすぎるね、必殺技で魅力となっております。さあさあどんどん行きましょう。第6位です、26,500枚ですね、シンゲッターロボでございますね。チェンジケッターのね、叫びでね、おなじみのね、作品でございますけどね、元祖合体変形ロボット、それがゲッターロボでございますけどね、そのゲッターシロボシリーズの中で一番売れてるのがこのシンゲッターとなっております。同じね、永井豪先生の作品でですね、マジンガーよりもですね、円盤売上は上となりました。そしてですね、第5位です、44,012 枚でですね、機動戦艦ナデシコでございますね。こちらロボットアニメで、ね、90年代の夕方一番沸かせたのはこのナデシコじゃないかなというような、ね、売れっぷりとなっておりますけどね、重厚な SX セットとね、それとはね、それはなんかもう正反対のようなこのライトなね、ラブコメ要素を掛け合わせたというようなね、作品となっておりましてですね、軽いノリでいつも進むんですけど、突然重いテーマが降りかかるみたいなね、作品でもなっておりましてですね、そんなね、ギャップが味となっております。さあナデシコがドーンと円盤売り上げ上がったわけでございますが、こっから上はですね、さらにさらに売れておりますということでね、全ジャンルを合わせた歴代のね、売り上げランキングの中ではね、トップに絡んでくるような作品ばかりとなっております。そんな第4位はですね、64,981枚でですね、マクロスフロンティアでございますね。こちらマクロスシリーズで一番売れたのがこのフロンティアでございますけどもね、まあ、お得意のこの飛行機やですね、ロボが飛び回るドッグファイターはもちろん素晴らしいんではございますけどもね、もう一つの特徴であるですね、この歌とですね、三角関係を扱った作品ということでございましてですね、可愛い系の、ね、アイドルランカとこの緑の髪の女の子でございますね。そしてね、かっこいい系のアイドルシェリル、この二人がですね、世界どこかこの銀河を、ね、かけるトップアイドル二人がヒロインということでございまして、主人公は浦山景色なんというような、ね、感じでもございます。そしてですね、
スト3の第3位はですね、68,821枚ですね、コードギアス反逆のルルーシュでございますね。この日本中のですね、中二たちの心をくすぐりまくってですね、今でもね、コードギアスが一番だよという人も多いね、作品でございますけどもね、このギアスというですね、特殊な力を持ったルルーシュがですね、世界に反逆していくというね、まあ、そのメインはですね、そのダークヒーロー的なね、ルルーシュの部分でございますけどもね、サブであるこのロボットアクションもね、メインには負けない魅力たっぷりとなっておりますですね、特にこの特別なロボットのデザインとかですね、武装がね、秀逸でございました。さあ、そしてね、第2位からさらにドドーンと数字が上がりますね。177,234枚ですね。エヴァンゲリオン入ってまいりました。もはや国民的アニメの一つと言っても過言ではない、それぐらいの知名度があるエヴァンゲリオンはここで入ってきました。まあ、夕方放送の時はまあぼちぼち、深夜再放送で一気に火がついた、ね、作品ともなっておりましてですね、まあ、こちらの、ね、数字はテレビ版の新世紀エヴァンゲリオンの、ね、ものでございますけどもね、新劇場版の方はですね、なんと約84万枚とい う、もう圧倒的な売り上げとなっておりまして、まあ、こちらの数字でございましたらね、ダントツの1位でございました。いくらですね、まあ、劇場版の方が売れやすいとはいえですね、まあ、もはやね、もうこれは規格外と言ってもいいかなというようなですね、数字となっております。そしてですね、そんなですね、まあ、テレビ版のねエヴァンゲリオンの数字を捉えた第1位はですね、187,006枚でですね、機動戦士ガンダムユニコーンが入ってまいりましたということでね、エヴァが来るんだったらガンダムが来るぜというような形でございましてですね、そしてですね、私の T シャツもね、ガンダムユニコーンのものでございます。まあこちらね、デザインも百式ではございますけどもね、まあロボットアニメの頂点だったのはですね、やっぱりガンダムということでございましてですね、リアルロボットの原点と言われるガンダムがやってくれました。ガンダムファンの皆さん、お待たせいたしましたというようなね、感じでございますけどもね、まあその中で一番売れたのはシリーズがこのユニコーンとなっておりますけども、まあ劇場版ではね、確かにエヴァには太刀打ちできないね、ガンダムではございますけども、ただですね、ファーストガンダム、ゼータガンダム、ガンダムシード、ガンダム00、そして、ね、鉄血のオルフェンズ、そして、ね、ガンダムゼジオリジンに、そしてこのユニコーンとですね、全てで、ね、これら今挙げたのはですね、万超えということでございましてですね、シリーズに関しましてですね、このねガンダムのね、売れまくりっぷりはね、ものすごいものとなっておりますということでね、1位にね、ふさわしい圧倒的な数字を残しております。ということでございまして、百式だったらメズカバズーカーランチャーも打てそうな勢いでございますけど、以上ロボットでアニメ売上ランキングベスト30でございましたけどね、熱くなれる名作ばかりが揃っておりましたということでね、けれどやっぱりですね、最近はねロボアニメが少ないなというような、ね、ランキングとなっておりました。特に2010年代後半の作品がほとんどランクインしていないということでございましてですね、まあ、最近話題となったダリフラも1万枚は行ってないということでね、まあ2020年代はちょっとロボットアニメがまた盛り返してほしいなと思うねことでございます。ちなみにですね、今回紹介した作品のね、一挙見れるものはですね、概要欄の方に書いておりますので、そちらを参照してくださいということでね、こういったアニメをより楽しむための動画を随時上げておりますので、チャンネル登録もしくはですね、グッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた。